山川穂高さんが移籍しなければ和田は人格者のままで甲斐野も移籍しなかった事実。山川というより強欲なホークスフロントの自業自得。山川よ、ホークスで爪痕残せ。甲斐野、覚悟はしていました。おおそ、和田がボネなければ終わった話やろ。ヘイトがフロントと和田に移動した感がある。山川がホームラン打たなければ、山口がホームラン打たなければ、山川まだまだ邪悪帝国を戒めていく。でももう山川は SB 選手じゃん。 SB が悪いじゃん。そもそも遅くとも2022年時点で接触してたから自業自得だよね。自らキングボンビーに突っ込むとかいう狂気の采配。山川の人的が和田で覆われ、その反響で和田から甲斐野だからな。ソフトバンクってドラ1全員うんこになるんだから、ドラフト不参加でいいよな。会長の恩情で SB 入りしたんだから文句を言ってはいけません。でも山川が曰く付き不良債権になってなかったら、ただ古巣を煽り散らかしつつ美味しくゲットしただけだよな。そもそもはタンパリングがことの元凶では、ソフバンが巨額の提示をしなければ移籍はしなかっただろう。絶対1年以上前から裏取引成立してただろうからな。まあライバルのホークスこんなことにしてある意味、山川はライオンズに恩返ししてるわ。山川なんて取ることはろくでもないけど、和田に災難が降りかかったのは出せない選手をハッタリでプロテクト外すな。なんでこれみんな怒ってんの？ファンがないがしろにされて怒ってんのか？一応表向きは両球団が協議して円満に決まったことなんだよな。むしろ SB の闇を罹患の刑で暴いた救世主。山川に移籍するよう仕向けた西武球団が悪いわ。山川は戒めとか言ったくせに金満球団行った時点で十分悪いだろう。そもそも山川の獲得に否定的な福岡のファンも多かった。ご視聴ありがとうございました。